さあ始まりました、 TYT の釣り道南、はい、今日はですね、はい、海釣り、はい、タチウオ編でございます。タチウオ、はい、さあさあ、はい、僕はですね、はい、タチウオ釣ったことないんです、はい、人生でね、はい、今日は釣り具屋さんに行きまして、はい、いろいろ釣り方を教えてもらいましたね、うん、それを聞いたものを投げて、うん、聞いた通りにやるみたいな、はい、暗中模索で休みようってことですね。はい、で今日は資格はですね、うん、電球機でやってます。はい、で今日はキビナゴとか、うん、あとあれだサンマとか、うん、持ってて、はい、釣れるかね、釣れるかね、どうかね、はい、行きたいね、俺にもやらせろということで、はい、まさに変わったわけですが、ここで果たして釣れるんでしょうか、ね、うん、そう、ここで俺がいつも通りの仕事をするのか、その仕事を放棄してちょっと美味しい思いをするのか、ちょっと分かんない。なるほどね、うん、今ちょっと当たり待ちですね。当たり待ちです。投げてね、はい、やって餌釣りなんで、ね、はい、気長にね、待ちたいと思います。まず当たりまくるのかっていうところ、そこそこですね、一貫のちょうどということ、はい、はい、さあさあ、はい、なんとかですね、はい、本日は4匹釣れましたね。はい、よかったね。でね、この4匹釣れたのもですね、うん、まあ、1匹目は、うん、まさかの餌ラスト1個で、そう、僕らが準備した餌のラスト1個だね、1個で、うん、まさかの釣れたっていうね、ね、そうで、そのドラマがあってからの、うん、で隣にやってたね、うん、方が見てて、そうそうそう、でやったじゃんみたいな、うん、よかったねみたいになって、うん、そしたら餌がないって、ね、僕らが言ってたら餌くれてね、そう、でそこから釣れましたね、3匹。そうで、餌の付け方もこの方がいいよとか、ね、そうそうそう、いろいろ教えてもらってね、仕掛けとかもね、うん、そう、そこからもういい感じに釣れて、なるほどっていう、助かりましたね。助かった、なんとか4本釣れたということで、そう、じゃあ
本日はこんな感じで締めたいと思います。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。僕両手が塞がってるんです。テーマだからやんなきゃいけない。はい、じゃあ皆さん今日も本日はありがとうございました。カットです。当たりましたね。当たりましたね。今来てますか。わかんない。話したかもしれないですね。話したかもしれない。完全に当たってたもんね。うん、完全に当たってた。当たりは来てた。ね、ただまあそれ以降が下手だったのかなっていう。うん、食われたね。食われました。食われたね。あれ？あれ？すんげえさっき食ってたよ。食ってたね。で、てっちゃんに教わった感じでやってみてたけど、全然。壊れてね、さなくなってね、ということですね。悲しい。